ジョセフ・フランクリン・ラザ・フォードは、モノミノ島聖書冊子協会の二代目会長。チャールズ・テイズ・ラッセル以後のモノミノ島協会の宗教を推し進めた主要な人物。現在のモノミノ島市の姉妹市である、目覚めよ、の先駆けとして、黄金時代氏を創刊した。クリスマス会や誕生日会を廃止、十字架を退け、地上での永遠の命の希望を持つ、 大群衆の存在を示し、エホバの承認という名称を採用したのはラザフォードである。ジョセフ・フランクリン・ラザフォードは1869年11月8日、アメリカ合衆国のミズーリ州モーガンの農家の家に生まれた。両親はバプテスト派の信者であった。ラザフォードは大柄の体格で身長188センチ、体重102キロあった。 彼は幼い頃から大学で法律を勉強し、裁判官になりたいと願っていたが、父親は農場に泊まることを願った。ラザフォードは、実家の農場の労働者に賃金を払うという条件で、大学進学を許可された。彼は、友人から借金をして大学へ入学したが、在学中には裁判所の即記者となったり、百科事典の個別セールスを行うことで学費を納めることができた。 1890年、ラザフォードは、ミズーリ州、クーパーのメアリー・フェッザーと結婚した。彼の唯一の息子マルコムは、1892年11月10日に誕生した。大学卒業後2年間、E.L. エドワーズの指導を受け、20歳の時に、ミズーリ州第14法廷巡回区の公式の裁判所書記官になった。22歳の時には、 ミズーリ州弁護士会に加入し、1892年5月5日に弁護士の免許を取得した。そしてミズーリ州ブーンビルでドラフフェントライト法律会社の法廷専門弁護士として4年間検察官を務めた。また、ミズーリ州第14法廷地域の特別判事をも務めた。こうしてラザフォード判事として知られるようになった。1894年。 彼は聖書文書販布者のエリザベスヘッテンバッハ夫人から千年記霊名の第三巻を受け取った。無神論者であった彼はそれから数週間後病気が治りかけた時にその本を読んで感化され彼は物見の党聖書冊子協会に手紙を書き送った。その後1905年に a マク幕ランの訪問によって伝道を開始し1906年 37歳の時にバプテスマを受けた。翌年の1907年には、モノミノ島聖書冊子協会の法律顧問になって、本部で働いた。教会本部をニューヨーク州ブルックリンへ移設するときにも代表者の一員として働いた。1916年に、モノミノ島聖書冊子協会の初代会長であった、チャールズ・テイズ・ラッセルが死去すると、九百十七年一月六日に、 行われた年次総会で、ラザフォードが2代目の会長に選挙によって任命された。彼は、ラッセルとは違って、率直な言い方をする性格で、誤解も受けやすかったという。就任してすぐ、彼は巡礼者を増員し、牧用の合野聖書文書反布者を拡大して、個別伝導を推し進めた。また、VDM と呼ばれる22問の質問集を用意し、 85点以上の正解率のものは公開講演者の資格を取得するよう取り決めた。一方では、ラザ・フォードが会長に就任したことに反対する人々もいた。1916年11月に、ポール・ s l ジョンソンはイギリスに派遣されたが、彼は自分がラッセルの後継者であると主張した。イギリスの支部から苦情を受け、ラザ・フォードは委員会を召集し、 ニューヨークへ帰りを伝達した。しばらくして帰ってきたポール・エス・エル・ジョンソンは、7名から、なる、理事会の成員のうち4名を味方につけて、反対運動を起こした。ラザ・フォードは会長を辞任して、彼らに責任を取らせようと考えたが、他の理事会の成員の勧めにより思いとどまった。1917年には、初代会長のラッセルが、第6巻まで書いた、千年切れ名シリーズの、 第7巻終了した日々を発表した。著者はクレイトン・ジェイウッド・アースとジョージ・エイチ・フィッシャーの二人であった。7月17日にその書籍が教会の声員の前で発表された際に、ラザ・フォードは4人の反対者が正式な理事会のメンバーでないことを根拠に理事会から解雇し、新しい4人を任命した。これに対して5時間に及ぶ反対デモが起こり、 8月8日には、それら4人と、その支持者たちは、組織を去り、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの各地で、反対運動を起こした。ラザフォードは、翌年1918年1月の年次総会で、再度選挙を行い、その結果4人の反対者は1人も投票による支持を得なかった。最高投票数を得た7人の理事会のメンバーによって、会長は、ジョセフ・フランクリン・ラザフォードに、 副会長は、チャールズ・ウェイチ・アンダーソンに、会計秘書は、w、W.E. バン・アンバーグが任命された。反対者たちは3月26日に独立したもの、記念式を執り行い、完全に組織から離れ去った。この時期に2万1000人ほどの成員のうち、4000人弱の人々は、組織から離れ去った。投獄された8名。左から、w、W.E. バン・アンバーグ。 j カイラザフォード、a h m a r m r a マ r t i ン、r マーティンカイ,エイチ・ b ロビソン、c j ウッドワース、g h フィッシャー、G. でチェッカ1917年に出版された終了した日々はそれまでのシリーズ中最も印刷され85万部に上った。1917年12月30日に発行された聖書研究者月間の最新号には終了した日々の抜粋が載せられていた。 しかし、これらの本は、キリスト教の装飾者の怒りを買い、先導的内容が含まれていると非難された。さらに、聖書研究者がドイツ政府から資金を得ていると非難を受け、教会の帳簿は差し押さえられた。1918年2月12日には、カナダ全土で終了した秘々と聖書研究者月間は発禁処分を受けた。さらに、教会は、 敵国のドイツ軍と通信する本拠であるとの報告がアメリカ政府になされた。1918年3月4日、ペンシルベニア州スクラントンで教会の数名が逮捕され、3月14日に終了した日々の配布をスパイ法違反であるとした。翌日の3月15日には、モノミノ島聖書冊子協会は王国ニュース第1号を発行し、 その内容は彼らが迫害を受けていることを告発するものであった。4月15日、5月1日と立て続けに、王国ニュースの第2号と第3号が出版された。こうして1918年5月7日、アメリカ合衆国地方裁判所はラザフォードを含む8名を逮捕した。その容疑は、終了した日々やその他出版物を配布することで、 徴兵制度を故意に妨害したスパイ法違反のためであった。ラザフォードを含む4名は敵国のスイスの支部に500ドルを送金したことに基づき再度起訴された。彼らは無罪を訴えたが、15日間の裁判の末、6月21日に有罪と宣告され、8名は20年の懲役を言い渡され、ジョージア州はトランタの連邦刑務所に入れられた。 その後も、物見の投資は一号も休館されることなく印刷され、続けた。しかし、ニューヨーク州ブルックリンの本部では、運営を続けることが困難になり、ブルックリンタバナクルを売却して、ベテルを閉鎖し、1918年8月26日に、教会本部は、ペンシルベニア州ピッツバーグへと戻された。1918年11月11日に第一次、 世界大戦は終結したが、彼らは依然として投獄されたままであった。1919年1月2日から5日にかけて、ピッツバーグで開催された大会では、4日に年次総会も組み込まれており、投票によってラザフォードは、最後会長に選出された。1919年2月に、ラザフォードたちを釈放するための運動が行われ、 何千通に及ぶ手紙は新聞の編集者、会員議員、上院議員、知事に書き送られた。3月には、ウッドロー・ウィルソン大統領もしくは政府に提出するため署名運動をし、70万人の署名を獲得した。署名が提出される前に、1919年3月21日、アメリカ合衆国の最高裁判所は8人の保釈を命じた。 3月26日にブルックリンへと戻ると一人1万ドルの保釈金で釈放された。1919年4月14日に上訴し、5月14日には判決は覆り8人は無罪となった。しかし、ラザフォードは東獄中の影響で肺炎にかかり、カリフォルニア州サンディエゴに住んでいる妻と息子の元に帰り、要請しなければならなかった。 1919年9月1日から8日にかけて、オハイオ州シーダーポイントで大会が開催され、人類の唯一の希望は、国際連盟ではなく神の王国であることが示された。この大会で、黄金時代という雑誌の創刊が発表された。これは、物見の投資の姉妹誌として創刊され、1937年10月号から、慰めと改名され、 1946年8月号からは、目覚めよ、と解明されて、現在に至っている。黄金時代と慰めしの編集者は、クレートン・ジェイウッドワースであった。また、ジョージ・バター・フィールドというクリスチャンによって1万ドルの寄付がなされることにより、1919年10月1日に、再びブルックリンへと、教会本部を移転することが可能となった。 1920年6月21日には終了した日々の特別版が雑誌の形で印刷され ZG と呼ばれた。1920年1月1日には教会の文書が発禁されていたカナダでの検問が解除された。また1920年8月12日にラザフォードと同行者はヨーロッパ、エジプト、パレスチナへ旅行した。 1920年にラザフォードは、現存する万人は、決して死することなしという小冊子を出版した。その内容により、聖書研究者たちは、当時生きていた人々は、終わりまで生き延び、ヨベルの年の70回目に相当する1925年には、古代の忠実な神の僕たちは復活してくると、考えていた。1920年には、当時アメリカでは2、3代しかなかった。 輪転機の購入に成功し、マートル街35番に印刷工場を持つようになった。1921年には、神の盾事を出版し、心理全体に関する説明がなされた。1922年2月26日には、ラザフォードがカルフォルニア州で最初のラジオ放送を行った。1922年3月1日、印刷工場は、 コンコード通り18番の6階建ての建物に移設された。1922年9月5日から13日にかけてオハイオ州シーダーポイントで国際大会が開催された。この大会では王とその王国を宣伝し、宣伝し、宣伝しなさいとの布告が強調された。それに伴い1922年10月から解放が完工された。 1924年2月24日には、ニューヨーク州スタ店頭に設けられたモノミノ島、聖書冊子協会のラジオ局、WBBR の放送が開始された。1926年と1927年には、アダムスストリート117番に8階建ての新たな印刷工場を建設した。1925年3月1日号のモノミノ島市では、 エホバの組織とサタンの組織が存在することを指摘された。1926年以後、聖書研究者はクリスマスと誕生日は異教による起源であるとして祝うのを止めた。また、1881年から1931年まで物見の投資の表紙に書かれていた十字架も廃止し、1936年の 富と題する書籍の中でイエスは一本の木に国付けされたことが指摘された。1928年11月15日号と12月1日号の物見の投資ではエジプトのピラミッドが聖書の年代測定に関連しているという考えを廃した。そして1931年7月24日から30日にかけてオハイオ州コロンビアなどで開催された大会では 26日にエホバの承認という名称が決議によって採用された。1935年5月30日から6月3日にかけてワシントンで開催された大会では、天での復活の希望を持つ油注がれたクリスチャンとは、別に地上での永遠の命の希望を持つ大群衆の存在があることが示された。1935年以降、 集会所は王国会館と呼ばれるようになった。1935年10月6日には国旗敬礼が偶像礼拝に当たることが示された。1938年には初回衆の監督と補佐の任命は教会によって任命されるよう変更された。ベトサリム2008年詳細はエホバの証人とホロコーストを参照1933年車に取り付けられた。 蓄音運機による選挙が始められ、1937年以降は短い航海公開講演を流すために携帯用の蓄音運機が使用された。1933年にはナチスドイツによってアメリカにおいても反対が厳しくなり、逮捕者が続出すると、1933年に分断運動と呼ばれた選挙方法を組織した。それは、 米国全土から1万人以上の自発的な奉仕者からなる分断で、ある町でエホバの証人が逮捕されると、すぐに別の分断がその町を包囲するという作戦であった。学校で国旗敬礼が強制された結果、1935年には退学処分されたエホバの証人の生徒たちの教育を援助するため、王国学校が開かれた。1936年からは、 情報更新と呼ばれた公開講演を宣伝するためにプラカードを用いた選挙方法も取り入れられた。1941年8月6日から10日にかけてミズーリ州セントルイスで開催された大会では1万5000人の子供たちがステージ前に集まり神の合意志を行うことに同意して一斉に起立した。ラザフォードは投獄された際に肺炎を患い、 1929年以降、冬になると、カリフォルニア州サンディエゴに建てられたベトサリムで仕事をした。彼は、結腸がんを患っており、手術をしたが、その後1942年1月8日、72歳の時に、ベトサリムにおいて死去した。ありがとうございます。